キンプリヘイヤ仕様に仕事なし。露骨な干されもファンは納得日本のアイドルグループ、キングプリンスのヘイヤ仕様と神宮寺ゆ太が、ファンの間で意見が割れているようだ。デビュー5周年前日の5月22日に脱退予定の2人。岸優太は秋に退場することが決まっており、ヘイヤと神宮寺は脱退と同時に退場することが発表された。 これまでの金プリの平野神宮寺としての活動期間が残りわずかな中、二人の個人仕事の少なさが注目を集めている。ファンの中には平野と神宮寺のソロ仕事がないことに闇を感じる、干されすぎている、呆れるほど仕事がない、といった反発の声も聞かれる。一部の過激なファンは、 これを退場者への礼遇とみなす傾向もあるが、実際には契約上の理由によるものとの見方もあるようだ。一部のファンは日本の消臭感を考慮して理解している。現在、金プリで個人仕事が多いのは橋山と長瀬角であるが、これは二人が共に春クールのドラマに出演しており、プロモーション活動が多いためだ。 一方の平野と神宮寺はドラマに出演していないため、個人仕事が少ないというのは自然なことなのだろう。芸能記者もこうした事情を認識しており、ファンの一部が持つ冷静な見方に賛同している。辞める人と続ける人なら当然続ける人に仕事が回って、来る秋は平野がドラマに出演しまくっていたし時期によって露出が偏るのは、 当然、ジャニーズを退場する人にジャニーズとしての仕事がないのは当たり前だ。闇でも陰謀でもない、といったコメントがある。日本社会では、G を申し出た者に重要な仕事が与えられないのは普通のことだ。例えば、IT 系や編集系のベンチャー企業では、G を表明した日からあらゆる仕事が外されることがある。 代わりに雑用に回されたり、業務を減らされたりすることもある。大企業でも、辞めることが決まっている人をプロジェクトから外し、公認に経験を積ませることはよく行われる。これが日本の小習慣なのだ。平野志耀と神宮寺ゆうたも、これから海外を目指すということである。彼らの新たな挑戦に期待し、ファンは彼らを応援することになるだろう。 金プリの平野潮と神宮寺勇太が退場後の未来に向けて新たな道を切り開くことを願ってやまない。そして彼らのこれまでの輝かしい活動が永遠に記憶に留まることを願ってやまないのだ。